松永久秀は三好長慶や織田信長に仕え、戦国時代の動乱の中で重要な役割を果たしました。1508年頃、松永久秀は生まれます。出身地には諸説ありますが、一般的には摂津の土豪出身とされています。1533年頃、三好長慶の右筆となります。1540年、三好長慶に仕え、官位、壇上の中を名乗り、堺の豪商に関する購入地安堵の反物に添え状を発給するなど、奉行職を務めます。1542年、大和国人の残党を討伐するため、武将として活動を始めます。1563年、長慶の死後、三好三人衆との関係が複雑化します。1568年、織田信長が上洛し、足利義昭を報じると、信長に降伏し、家臣となります。1572年、松永久秀は信長に対して、一度目の裏切りを行うも、許されます。1577年、信長に対して、二度目の裏切り、10月10日、織田軍の攻撃により、松永久秀は、信貴山城で最後を迎えます。松永久秀の死には複数の説がありますが、平蜘蛛を叩き割り、天守に火をかけ、自害したとされています。